バクトリアの範囲バクトリアは、バクトリアーナ、トハーリスターンとも呼ばれ、ヒンドゥークシュ山脈とアムガーの間に位置する中央、アジアの歴史的な領域の古名。現在は、イランの北東の一部、アフガニスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、およびトルクメニスタンの一部にあたる。かつてその領域には、グレコバクトリア王国などが栄えた。バクトリアが最も古く現れているのは、 アケメネス朝のダレオス一世によって建てられたベヒストンヒブーにバークトリュとあるのが初見である。バクトリアはヘラート、メルブ、サマルカンドなどとともに中央アジアにおけるイラン系民族によって建設された最古のオアシスト市の一つである。首都のバクトラは現在のバルフに否定されている。現在、バルフは人口数百の小さな村落に過ぎないが、 村の近くには城壁に囲まれた巨大な廃墟がある。多くの西洋学者はこの遺跡をバクトラに否定し、しばしば発掘を試みたが、今までのところバクトラに否定すべき証拠は発見されていない。一説には、現在のバルフは古代のバクトラではなく、バクトラはもっとアム川に近いところにあったとも言われている。しかし、バルフの付近には古代ゾロアスター教の祭壇の遺跡もあり、 バクトリアの貨幣も多く出土している。ペルシア文明に大きな影響を与えたゾロアスター教の回祖である。ゾロアスターは古くからバクトリアの人だという伝説がある。この点については諸説あって不明だが、少なくともアケメネス朝時代にはバクトラがゾロアスター教の中心地の一つであったことは明らかである。また、ゾロアスターの年代についても諸説あるが、 古いペルシアの伝説では、ゾロアスターは、アレクサンドロスの侵入より258年前の人だとされている。彼は70歳で死んだと言われているので、もしこの伝説を取るならば、紀元前6世紀頃の人物であると言え、この時代は、ちょうどアケメネス朝の初期にあたる。紀元前6世紀のバクトリアの人口の主要部分、少なくとも、その支配階級は、 ペルシア人とスキタイ人とによって構成されていたものと考えられるが、スキタイ系のサカ人がこの地域にペルシア人よりも早くから住んでいたことは、ヘロドトスやその後のストラボンなどが伝えているバクトリアの習族によっても知られる。サカ人に遅れてバクトリアに侵入し、これを征服したペルシア人は、サカ人やその他の先住民の支配者となったが、その数は多くはなかったので、 兼用な地を選び、城や砦を築いて住み着いた。彼らは、その軍事力と組織力によって原住民の社会秩序を維持するとともに、税を徴収していたものと思われる。ローマ時代の資料によると、バクトリアは7000人の貴族によって支配されていたと、いう。また、ヘロドトスがしばしば、バクトリア人とサーカ人と並称させているところから見ても、 ペルシア人と先住のサカ人が共同して支配階級を構成していたものと思われる。ペルシア人がバクトリアに進出したのは紀元前6世紀より古いことは確かであるが、ペルシアがこの東方の豊かな地方を完全に支配下に置くようになったのはアケメネス朝のキュロス二世の時代である。キュロス二世はアケメネス朝に対するスキタイ人の脅威に対抗するために申請して、 中央アジアのスキタイ人をヤクサルテス川北方に撃退し、この危険な遊牧民の難化を防ぐために、オクサス川北方のソグディアナ・キュロポリスとして知られる都市を建設した。しかし、アケメネス町の首都スーサから遠いバクトリアやソグディアナを直接支配することは困難であったので、キュロス2世はスメルディス王子をバクトリアのサトラップに任命した。その後、キュロス2世は、 バクトリアの北方国境を脅かした、スキタイ系のマッサゲ大臣と戦って戦死する。キュロス2世の死後、数年にわたって混乱が続いたが、紀元前522年に、ダレーオス1世が定位につくと、キュロス2世によって建設された、アケメネス帝国はここに完成することとなる。ダレーオス1世は、その広大な領土を再編成し、全国を30の行政区画に分け、 それぞれにサトラップを置いた。ここに置いてバクトリアは、アケメネス町第12番目のサトラップとなり、中央に対する納付年額は360タレントと定められた。この金額は、アッシリアの納付額1タレントと比べるとそれほど多いものではないが、当時の開発程度から見てそれほど少ない額でもなかった。紀元前512年、ダレオス一世は、バクトリアを根拠地として、 西北インドに遠征隊を送り、西インドと航海をつなぐ航路を開拓した。その結果として、インダス河口からペルシア湾に達する貿易路が開設された。また、西北インドにアラム文字がもたらされ、カローシティ文字の起源は、バクトリア経由のペルシアとインドの交流によるものと考えられる。アケメネス朝でクセルクセス一世が即位すると、 バクトリア総督にその弟のマシステスが任命された。マシステスは、紀元前480年のギリシア遠征に、バクトリア軍を率いて従軍した。この遠征隊の中には、バクトリアのペルシア人とサカ人の騎兵隊が含まれていたという。しかしその後、マシステスは、宮廷内の陰謀によって、生命を失い、代わって弟のヒスタスペスが、 バクトリア総督に任命された。クセルクセス一世の死からアレクサンドロスの侵入までの歴史は不明であるが、バクトリアはアケメネス朝にとって重要な東方領であり、常に北方のスキタイ系遊牧民の脅威にさらされていた。このバクトリアを効率的に防衛するには、オクサスガーイ北の地の確保が必要であった。バクトリアの位置、アレクサンドロス帝国の最大領域。 紀元前334年から紀元前331年の4年間にわたって、マケドニア王国のアレクサンドロス三世は、地中海の東海岸からペルセポリスの占領まで、疾風のような遠征を行った。アレクサンドロスは、アケメネス朝のこと、パサルガダエを破壊して、ダレエオス三世を追跡した。ちょうどその頃、ダレオス三世の群中にあったバクトリア総督のベッソスは、 貴族階級の指示を受けて、ダレーオス三世を捕らえ、アレクサンドロスに引き渡そうとしていた。しかし、その方を受けたアレクサンドロスがカスピ海の東端付近に達すると、ベッソスは恐怖に駆られ、ダレーオス三世を殺害して逃走を続けた。まもなく、アレクサンドロスは遺棄された、ダレーオス三世の遺体を発見し、これを手厚く葬ってやった。ベッソスは、 アレクサンドロスの追撃を振り切って、バクトラに帰着すると、自ら定位について、アルタクセルクス四世と称した。アレクサンドロスは東方へ進撃し、バクトリア・ソグディアナの征服を意図して、紀元前329年には、ヒンドゥクシュ山脈を越えて、バクトラへ向かった。ギリシア軍の接近を聞いたバクトリア軍の多くは、ベッソスを捨てて逃亡し、ベッソスは、オクサス川を渡って、 ソグディアナに入り、貸しにあった船を焼いた。しかし、ギリシア軍は、羊や牛の皮袋、手製のイカダを使って溶かし、ソグディアナに侵入、ベッソスを捕らえて処刑した。この時ベッソスを捕らえて、アレクサンドロスに引き渡したのは、ベッソスの側近であるスピタメネスであったが、彼は、その後、アレクサンドロスの不在に乗じて、サマルカンドのギリシア人部隊に攻撃を仕掛けた。 その頃アレクサンドロスはヤクサルティス川南岸にギリシア人都市を建設中で北方のサカ族を攻撃していたがサカ族を下した後にその方を聞くとすぐさまサマルカンドに向かった。これを聞いたスピタメネスはオクサス川を渡ってバクトリアへ遜走した。スピタメネスはその後しばしばソムディアナバクトリアを襲撃したがある時遊牧民に殺され その首はアレクサンドロスに献上されることとなった。こうして、紀元前327年までに西トルキスタンの征服を完了したアレクサンドロスは、この地方でイスカンダール、またはイスカンダールズルカルナインと呼ばれるようになる。アレクサンドロスが、紀元前323年にバビロンで死去すると、各地で反乱が起き、その間に何度かバクトリアの支配者が交代し、 紀元前312年になって、将軍のセレウコス少領が、アレクサンドロス帝国の東方を掌握した。しかし、紀元前280年にセレウコスは部下に殺される。グレコバクトリア王国の領域詳細は、グレコバクトリア王国及び、インドグリーク朝を参照紀元前250年頃、千の都市のバクトリアと呼ばれた、この中央アジアの冬な地の総督であったディオドトスは、 セレウコス朝から独立して、グレコバクトリア王国を建国したとされるが、この前後のことは明らかではない。グレコバクトリア王国が最も強情となるのは、紀元前200年、紀元前160年頃のデメトリオス一世以後のことで、その頃のバクトリアのギリシア人は、ヒンドゥークシュ山脈中部のカーブル盆地を根拠地として、南東へ向かってインドに侵入し、 その西北部では有名な仏教の保護者であるアショーカ王の死で衰退していたマウリア朝の領土を奪取した。しかしそのデメトリオスは紀元前160年頃、エウクラティデスに王位、e、を散脱される。エウクラティデスは自らをマハーラージャと称してバクトリア王であると同時にインドの支配者であることを宣言した。しかし紀元前156年頃、彼はその息子に殺害され、 まもなく西北インドのギリシア人王国は、メナンドロス一世を最後として消滅してしまい、その子孫たちはインド人の中に吸収されてしまう。一方、バクトリア本国に残された少数のギリシア人は、西方のペルシアやメソポタミア、南のインドなどの文明圏にとっては、氷緩なこれらの遊牧騎馬民族の侵入に対する、防壁、あるいは干渉地帯の役割を担っていた。 紀元前3世紀の半ば頃からカスピ海西方の草原で勢力を拡大しつつあった遊牧民族パルティアはアレクサンドロスの継承王朝であるセレウコス朝とも東方のバクトリア王国とも交渉を持っていたが彼らは次第にこの2つのギリシア人国家に対する圧力を増大しつつあった。しかしバクトリアにとっての脅威はむしろ北方及び東方の遊牧民 サカ人とトハラ人であった。サカ人は早くからパルティアに服属したが、トハラ人はソグディアナを占領し、一方ではパルティアと対抗し、南方ではバクトリアに圧力をかけていた。しかし、紀元前4世紀から紀元前3世紀にかけての中央アジアの情勢についての資料が乏しくなり、この頃のバクトリアの歴史が不明瞭となる。シルクロードとバクトラ。 中央下辺りに位置する。これより、遥か東方の官帝国では、日々北方の遊牧期は民族である郷土の侵入に悩まされていたが、ついに西方の月始と共同で郷土を撃つべく、武帝は長剣を使者とした施設団を再域に派遣した。長剣は郷土にらわれるなどして10年以上かけ、再域の大縁、皇居を経て、ようやく大月四国にたどり着いた。 長件によると、この大月四国の都は、水の北にあり、その川の南にある大河を約束させていたという。大河とはおそらく戸原の天写と思われ、かつてバクトリアに侵入していた、戸原人もしくは戸原リスターンであると思われる。その大河の都は、愛史上といい、これがバクトラにあたると言われるが、定かではない。しかし、いずれにしてもこの地がバクトリアであるのは、間違いない。 当時のバクトリアは、アシオイ、パシアノイ、トカロイ、サカラウロイなどの信仰を被っただけでなく、紀元前136年頃からは、パルティアの圧力が強くなり、バクトリアのギリシア人は一方でこのような遊牧民と戦うとともに、他方ではヒンドゥクシュ山脈を越えてインド北西部に遠征し、そのためもともと少数であったギリシア人の数は減少し、 紀元前140年、紀元前130年までには、グレコバクトリア王国は消滅してしまったらしい。長剣が大化などの災域を訪れたのはこの後まも、なくのことだと思われる。おそらく、トハーリスターンと呼ばれるのもこの頃だと思われる。クシャーナ朝の領域詳細は、クシャーナ朝参照大月氏は大化を征服すると、その地には墨城の旧密旧港、総ナビキ城の総なびき盛り港、 森総城の木僧盛公、薄ヶ谷城の富休校、甲府城の甲府増公の甲休校を置いた。それから104年が過ぎた時、木僧盛公の丘、集客が他の4休校を滅ぼして、自立して王となり、木僧を統合した。丘治む客は暗息に侵入し、甲府の地を取った。また、僕たち国、貧国を滅ぼし、支配下に置いた。 岡治客は八十四年で死に、その子のエンコーチンが変わって王となる。エンコーチンは天竺を滅ぼし、小一人を置いて、これを完了したという。ここでの起草盛りコートはクシャーナを指し、岡治客とはクジラカドヒセスに否定される。つまり、次にトハーリスターンを支配したのはクシャーナ朝であった。クシャーナ朝はトハーリスターンから、 インド北西部までを支配下に置き、さらに広大な間接支配地域を持っていたものと思われる。しかし、クシャーナ朝は、カニシカ一世以後次第に衰え、3世紀の半ば頃には、サーサーアン朝の、一時期はサーサーアン朝の東方政策が緩んだ隙に国力を回復したものの、今度は北東の遊牧民エフタルの圧力が増大し、5世紀には、 エフタルに滅ぼされた。詳細は、エフタルを参照エフタルは、クシャーナ朝に侵入するとともに、カスピ海南東のサーサーアンアサに攻撃を仕掛けた。この時、サーサーアンアサの君主バハラーム五世はすぐさま、エフタル討伐に出て、不意をつかれたエフタルは敗走して、オクサス川の北に遁走した。ペイローズ一世の時代になると、エフタルの活動が激しくなり、 サウサー,サーアン・アサのペイローズ一世は、カスピ海東北に遠征して、エフタルと戦ったものの、敗北を喫し、屈辱的な講和を結ぶこととなった。さらにペイローズ一世は484年にも、エフタルと戦うが、そこで戦死してしまう。エフタルの最盛期には、中央アジアの広大な領土を支配し、西トルキスタンとインド北西部をその半島とした。しかし、六世紀に入ると、 強大なサーサーアン朝の相次ぐ構成によってエフタルは次第に衰退し558年に突血とサーサーアン蝶の胸撃にあってその10年後には滅亡した詳細は大化を参照漢文資料ではトコラ国トカラ国トカラ国などと記されているが全てトハリスタンを翻訳したものである5世紀から6世紀のトカラ国は遊牧国家エフタルの支配下にあり エフタルの滅亡後もその地には、エフタル人とトカラ人が雑居していた。また、大化時代の人々は戦を恐れていたのに対し、トカラ時代になると戦に、好意的で戦闘訓練に励み、兵の数は10万人に上ったという。6世紀の中頃、特決のキアセカガ岩は、叔父の質典密に、中央アジア攻略を命じ、サーサーアンアサと共闘でエフタルを滅ぼした。これ以降、 特決河岸国による中央アジア支配が始まり、常にその地には西面河岸とモ守るが置かれ、各国の王は特決河岸国の作法を受けた。やがて特決河岸国は東西に分裂し、中央アジアは西特決によって支配されるが、相次ぐ河岸の失勢により、西域諸国の離反を招いた。しかし、シャキカ河岸と東、 世を守る河岸の代になると、一時衰退していた西特決を盛り返し、中央アジアの西域諸国を再びその勢力下に置くことに成功した。この頃からトカラ国も西特決の従属下になったと思われ、トカラ国の王は世を守るの称号を賜り、トカラ擁護国となる。政党カリフの時代、編集654年頃にバスラ総督、 アブドゥンラーイブンアーミルキカのアフナフイブンカイス率いるアラブ軍がホラーサーン征服のためトハーリスターン周辺に進行した。この時バルフはアフナフと和平条約を結んでイスラーム側に基準した。ウマイヤ朝の時代編集661年ムワーウィアがウマイヤ朝の初代カリフとして即位するとカイスブンアルハイサムアスラミーが ホラーサーン総督として任命されたが、この時期には、バードギース、ヘラート、バルフといったホラーサーン東部の主要都市の多くが、イスラーム政権側に離反し、カイスは鎮定のためバルフをまず攻略してナウバハール、寺院を破壊したと伝えられる。その後、バルフの住民たちがカイスと、再び和平条約を結びたいと願い出たため、これに応じて、和訳と安全保障の協定が結ばれた。 バスラ総督のイブン・アーミルは、カイスの方針を弱腰であるとして厳しく問責したが、ヘラート、バードギースなどもバルフに続いて、和平条約と安全保障を再度締結した。こうして、イスラーム勢力によって征服され、続く、ウマイ・アーサ、アッパース・アサ、サッファ・ール・アッサの支配を受けると、トハーリスタンの名称は使われなくなった。詳細は、 バクトリア語を参照するフコタル湿度のバクトリア語碑文。ギリシア文字で書かれている。この地方では、アレクサンドロス以来ギリシア語が使用されたが、クシャーナ朝イコイラン語派に属するバクトリア語が使用された。それを伝えるものとして、1957年発見のスルフコタル碑文や、1993年発見のラバータク碑文や貨幣、各種の書類がある。バクトリア語は、 ギリシア文字で記される。7世紀の現状の記録によると、トハリースタンの文字は25文字で左から右に横読みし、言語も独特であるとある。これは、ギリシア文字24字種の一字のことと、バクトリア語の存在を記録したものである。8世紀以降になると、アラブイスラームの影響によって文字はアラビア文字にとって変わり、言語は、トゥルク語とペルシア語にとって変わられた。 岩村2007、P64 から65岩村2007、P65 岩村2007、P65 から66当時の1タレントはおよそ黄金 25kg くらいと思われる。岩村2007、P66 から69アレクサンドロスのヘルメットの前立に2本の角があったため。岩村2007、P70 から74岩村2007、P74 から76。 四季大円列伝岩村 2007P83 カリ高とは、イラン系遊牧民における諸公の意。嘘などにも見受けられる。漢渉再一期伝、五漢書再一期伝、守る、岡田 1990P87 から90随所再一伝、北市再一伝、新当女再一伝、旧東女、新東女小松 2000P106 から108,113 ありがとうございます。